トゥエ、トンヒロウス、デイフォー、完成が画面から持つ手は、てきててなんか、どうも割れそうやったんやけども、画面越しでもめちゃくちゃ楽しかった。今日のハイライトは、ゴート、ヤギという曲です。数々のエンターテイメントが提供される中、この曲はシンプルながらも最高の品質を持っています。ナンバー、愛を中心に、ステージ全体が赤と青の海に染まり、その壮大なスペクタクルに魅了されます。3人がヒップホップの衣装をまとい、 激しくクールなスタイルで踊り、その姿はまさに圧巻です。流れる汗とともに、観客からの歓声も止むことはありません。みんなが一体となって大合唱し、会場全体が熱狂の渦に包まれる中、ゴートはまさに今日の切り札となりました。そんな中、オーディエンスの歓声がスクリーン越しにも伝わり、会場の盛り上がりは限りなくドームが割れる寸前まで達していました。画面越しでも、 その光景はまるで自分がその場にいるかのような感覚を味わえます。そして、この興奮は言葉では表現しきれないほど、マジで最高のものでした。し、かしこの楽しい体験の陰には、一つの疑問が浮かび上がります。それは、なぜこのような盛り上がりが起こるのか、そしてそれは何を意味するのかということです。一瞬の興奮だけでなく、その奥に潜むメッセージにも注目すべきです。 このようなイベントが我々に与える感動や興奮は、単なるエンターテイメント以上の意味を持っているかもしれません。それは、音楽やパフォーマンスが持つ力の証明であり、また人々が共感し、一体感を感じることができる場でもあるのかもしれません。しかし、一方で、このような盛り上がりは一時的なものであり、現実の課題や問題から目を背けることではありません。 むしろ、そのエネルギーを生かして、社会的な変革や改善に向けて行動することが大切です。今回のイベントは、単なるエンターテイメントに止まらず、人々が一体となって夢や希望を分かち合う場であり、また社会的な問題に目を向けるきっかけとなるべきです。その意味で、私たちはこれからもこのようなイベントを楽しみつつ、その背後にあるメッセージに耳を傾けることが重要です。今回の、ゴートの成功は、 単なるエンターテイメントの枠を超え、社会的な変化やメッセージの伝達にも大きな影響を与えることができるということを示しています。私たちは、その力を理解し、活用していくことが重要です。このような感動的な体験は、私たちに多くのことを教えてくれます。それは、単なる娯楽だけでなく、人々が一体となって目指すべき未来を示してくれるものでもあります。 私たちは、そのメッセージを受け止め、行動に移していくことが求められています。このようなイベントが未来にも続くことを願いつつ、私たちは今回の、ボートの成功を称え、その意味を深く考えることが大切です。そして、そのメッセージを胸に刻み、これからの未来に向けて前進していくことが求められます。最後に、今回の体験から得たことや感じたことを共有し、愛、これからの未来について考えるきっかけとして、 さらなる議論や思考を呼び起こすことを願っています。以上、今回の、ゴートについての感想と考察でした。皆さんもぜひ、ご自身の感じたことや思ったことを共有してください。